さっきまで柄にもなくお正月の BGM みたいなものが駅の放送で大きな音で流されていたんですが、なんかもうやめてしまったようです。本日は2020年の1月の3日、ここは東北上越新幹線の大宮駅です。今年のお正月も乗ることはなかったな、水上92号。いやー乗りたかった。高校生の時に1回だけ乗りましたけど、特急水上というのは正月にだけ運行される列車で、次はまた12月の29日まで多分運転はされないでしょうね。本日が今年最後というか、今回冬の運転で最後となっています。 E7KW7K があんな10編成も廃車になっちゃいましたんで、北陸新幹線の運行の本数も減っていると、だから大変だと。まあ言う割にはね、私年末の状況を見てませんけど、そんなにひどい混乱はしてないような気もするんですが、どうでしょう。もともとは上越新幹線越後湯沢で乗り換えて、全員特急白鷹号で行ってたわけですから、まあその時代に比べればずいぶん良くなったんじゃないかなって。そんなどうしようもないことにはなってないでしょう多分。自由席でも座れるといいんですけどね。そんな混んでるって感じじゃないな。さて今篠ノ井駅を通過したんですが、一瞬だけ映ってましたね。 EF64 の姿が分かりましたでしょうか。乗った新幹線白鷹号だったんですが、なんか大宮出たら途中高崎しか通過しない、高崎長野と止まって超早くて助かりました。長野から乗り換えてまた戻ってきて、今通過した篠ノ井駅までは特急信濃号で行きます。今回の動画の主題は先ほど篠ノ井駅に止まっていた4両の EF64 型です。通常、電気機関車はつなげても2両10連運転っていうものがあるんですけども、今回は4両の EF64 型を、全部つなげて、4絨毯というんですが、4つつなげて一気に改装するということで、そんなものはもう現在ほとんど見ることはできません。長野駅から一瞬乗ったワイドビューシナの今日は年末年始ということで、最大の増結10両編成グリーン車も2つ組み込みです。でこれが行くと向こうに見えるはずなんですが、おおすごい、ギャラリーが全然いないですけど、本当に4つ繋がってる。初めて見たこんなの。これが名高い EF64 40段、初めて見ました。お年玉改装とかそんな風にも呼ばれてますが、年末年始、需要が少なくなるので JR 貨物でも貨物列車の運行が大幅に減るんですが、しかしそれによって通常であれば行くべきところに機関車が行かなかったりということがあります。そうするとその車両の定期検査ができない、じゃあしょうがないからそのために機関車をわざわざ改装してみんなまとめて、この先に篠ノ井機関区という場所があるんですが、そこでじゃあ1回検査をしましょうということで、毎年1月1日になると大量の電気機関車を連ねて、大体の場合 EF64 型がこのように4つ連結して改装をされ、そして検査を受けて、今日これからですね、1月3日にはもう検査が終わりましたので松本まで引き返すと、そういう工程になっております。機関車は本来何かを引っ張るためにあるのですが、しかし場合によっては機関車単体で目的地へ移動するということもあります。今回もその例の一つですけれども、そういう時機関車を単独で改装することを短期改装と呼びます。そしてもしその機関車が2つ連なっていればそれは絨毯と呼ばれます。で3つの場合は3絨毯なんですが、今回は4つつながっていまして4絨毯。こういう例はね、もう他に私が知っているのでは、信越本線の横川駅と軽井沢駅の間、薄い峠、あそこが廃止になるときに最後峠の上に残っていた機関車を家に返さなければいけませんので、最後の最後に残っていた機関車をみんなくっつけて山から下ろしたんですが、その時に4絨毯というのがありました。それぐらいじゃないかな他に。本当はね、向こうの駐車場から撮影したかったんですが、残念ながら関係者以外立ち入り禁止ということで、ここの公園から撮るしかありませんけど、でもすごくないですかこれね。何がすごいのかというと、まず EF64 型というのは、大まかに言って愛知機関区と、この車両の家の中にはですね、2種類の色があるんですけども、国鉄の色と JR 貨物になってから作った色とあるんですが、今回は全部オリジナルの国鉄カラーで4つくっついていると。それがまず第一にすごい。そして次は、回送列車なので機関車っていうのは本来後ろにくっついているものを引っ張る能力がありますから、全部電源を入れる必要はないんですが、全部の機関車がパンタグラフを上げ、ブロワーって、換気装置とかね、そういった機関を今全部動かしていて、音を立てこれから自分で走っていくと、つまり4つの機関車すべてが動力を発揮して進んでいく。これもまたかなりすごいことです。そして運がいいな、毎年これですね、昼に出るのと夜に出るのと2種類どっちかわからないという、時間がね、何時に出るかわからないんですよ。JR 貨物の列車なんで当然時刻表なんか発表されてないし、昼に出るかな夜に出るかな、私も一か八か、とりあえず昼の時刻で来てみたんですが、今年はねお昼の運転でした。これか深夜の回送かどっちかなんですが、今年は車
真の撮りやすい時期で、いや最高ですねこれ。普段中央本線で貨物列車を引っ張ってる時にこういう2つの組み合わせ10連っていうのは、それはねまあまああるんですよ。それは超珍しいということはない、まあ、10連自体はかっこよくてすごいもんだとは思いますけど、ただあの30連なんてなった時にはもうマニアがもう狂気乱舞しますし、4なんていうともう何これ、もはや気持ち悪いという見た目の部類に入ってしまうかもしれません。このお年玉改装は毎年やってるんですけども、しかし、まあ、今年は運よく全部 EF64 だったんですが、近年は新型機関車の導入も進んでいて、EF642 両とそれから別の機関車とかね、国鉄型の、まあ、一番かっこいい64がつかないということもあるわけです、まあ、それからお年玉改装はされたんだけども、4絨毯じゃなくてただの絨毯2つくっついてるだけだったとか、まあいろいろありまして、今年のこれを見られたのは本当にラッキーですよ。ただね、まあ、撮り鉄的な目線を言えば、この機関車と、この機関車と、それから、この機関車、この3つと、それから、この1つは、ちょっと違うの分かります？これ。これ、まあ、見て分かると思うんですが、向きが違うんですね。機関車にも、一応ですね、向きがありまして、左右対称ではありません。例えば、屋根上のクーラーとかね、機器の位置とか、それから側面のこの通風口の場所、それから JR のマークの位置を見比べてもらうと、これと、これと、これは全部同じ向きなんですが、これだけですね、逆向きになっています。まあ、これは何かの方法で逆向きにぐるっと回して付け替えれば同じになるんですけども、これだけエンド、と呼ばれる、要するに方向が逆向きになっていまして、こっちに2エンドと書いてあるんですけどね、こっちは2エンドが、右側に来ていると。こっちも2エンドがこっち側。だから、まあ、これが強いて言えば、全部エンドが揃っていたら、まあ、一番、素晴らしい姿だったかなとは思いますけども、まあ、そんなことはどうでもいいことです。もはやここまで素晴らしい編成になってくれれば。で、個人的に気になっていたのは、EF64 型には10連総括制御という機能があって、2つの機関車を、先頭の機関車が一括して操作できる。つまり、運転手さん1人で2つとも操作することができるという機能があります。まあ、それによって、人員の削減にも貢献してるわけですけど、これ4絨毯の場合は先頭の機関車が全部操縦できんのかなと、それとも2両2両で運転手さん2人必要なのかな、ちょっと見てみたんですが、なんか見た感じ運転手さん乗ってらっしゃるみたいですね。だからいくら10連総括制御とは言っても、2両2両でそれぞれ2人がお互いに通信をしながら、まあ、もしくは合図を出し合いながら、マスコン加速、それからブレーキの操作などを、まあ、連動してやるということになるんですね。へえ、これ知らなかった。多分この機関車が出発するときも、先頭の EF64-1023 がピーッと出発の警笛を鳴らして、次に後ろの1034がそれを了解、副哨、ピーッ、もう一度警笛を鳴らして、それからうわーと、お、そうそう発車しますけどね、そういう音を出すんじゃないかと思います。今起動しましたよ。4つ分の64の音を楽しんでください。まだ出発信号が灯ってないから、まだ出ないな。1036だけが起動したみたいですしね。フワ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 みたいな音もするんですけど、ちょっとまだ待つ必要があるようです。
いいっすね。誰もいないな、こんななんかニヤニヤして、変なやつがニヤニヤしてるぞみたいな、ネットに上げられちゃったらこう困りますんでね。あ、いいな。あの、篠ノ井線の反対列車が遅れたから、単線のためにこっちの出発も遅れたみたいですね。さっき出て行った40単は8560列車という列車番号が与えられているんですが、8560列車というのは何もこの40単の時だけではなくて、まあ、割と頻繁に運転されている列車です。だから、あの、時刻というのは分かってるんですよ。で、8560という時刻で行くということなんで、あれが何時にこの先に止まるかは全部分かっています。もう鉄道マニアが今までに作り上げてきた、記録がネット上に集っています。まあ、だから、それを頼りにこの後普通列車などを使って追いかけてみるのが面白いでしょう。東区は北信濃を代表する山々を望み、日本三大車窓の一つに選ばれております。小バス停駅は15時20分頃の通過です。黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番線列車が入ります。黄色い点字ブロックまでお下がりください。